こんにちは、土の子です。今日はパケタルの更新日、さあ見ていきましょう。まずは色違いミュウツー X のランキングステージ、手数制だね、が開催されてます。そしてマンスリーチャレンジ、マンスリーチャレンジはやってるやつだよね、もうね。あれ他にはそんなにいない感じか。オンバーンが登場、スーパー日替わり、まあ、ここら辺もあんま変わってないよね。おやおや、まさかちょっと初歩更新かな。未捕獲ポケモンは、未捕獲ポケモンなしですね。なるほど。じゃあランキングか。ちなみに色違いディアンシー、295までは進めてますが、こっから地獄なんですよね。こっからまず300までほぼパワーアップ必須。で、300がフルアイテムでもね、負ける可能性大っていう、ちょっと激ヤバな場所なんですが、ちょっと更新を見てからにしようと思って、温存してましたが、これだったら大丈夫かな。ランキングのみだったら、やることは一応ないからね。挑戦できるかな。まあでもコインも復活させなきゃいけないし、メインステージのね、メインのメガ雪の王も、3回フルアイテムで挑戦してんだけど、S 取れてないっていう、ちょっと不甲斐なさ。ちょっとやばいな。ということで、やってないのはランキングだけか。じゃあランキングをやっていきましょうか。さあ、みんなのまず見ていきましょう。挑んでるのはミュウツーのエスパーパーティー、もしくはボーマンダの飛行パーティーみたいな感じかな。全員がオンバーン入れてるので、オンバーンがおそらくお邪魔で出てくるんでしょうね。書いてあるのかな。ミュウツー X にはオンバーンがおすすめと。なるほど。ということは、ここのオンバーンでスキル上げをしましょうってことでしょうね。あれ、オンバーンは雲払いだけど、弾き出すとかの方がいいのかな。ちょっとこれは後で見てみようか。そしてレベルは1だ。ちょっとノーアイテムで見ていきましょう、まずはね。まあ、ちょっと1位の方と同じパーティーで様子見していきましょう。どんな感じなのかな。四隅にミュウがいると。なるほど。振り払ったりした方がいいよね、多分ね。オンバーンも黒、雲払い系じゃなくて弾くの方がいいかも。ああ、ミュウが出てくるのか。なるほど。ここら辺のお邪魔は多分お邪魔ガードで防げるんだろうね。おっと、ああ、これでオンバーンが出てくる。なるほど、なるほど。ミュウも出てくるんだ。ふむふむ。そして、オンバーンにしてくると。ほいほい。おお、なるほど。ミュウがちょっと邪魔ですな。本番はやっぱ弾き出すにした方が良さそうだね。じゃあスキルチェンジで弾き出すにして、本番にも挑戦してみましょうか。プンピカにフリーザ、4つの力ゲーか。どれどれ。あー、なるほど。見えない系ね。見えなくなる系ね。なんか今遅れなかった？プン、プンプンを5マッチで揃えていきたい。まずはメガ進化させて、この黒雲をなんとかしたいね。いけ、プンプン。いいぞ。まあプンプン揃えるゲーでいいんじゃないかな。メガ進化させて黒雲を、いけ。あ、あ、しまっ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 た。はい、こういうのを全部きれいにしていく。で、プンプンを揃えたらいいんじゃない。ほい、オッケー。まあ、こんな感じで黒雲は、まあ、スピアでもいいけどね。スピアですぐに黒雲をきれいにしちゃうっていうのもありだと思うけど。まあ、プンプン揃えてたら、多分早めに周回できるんじゃないでしょうか。さて、じゃあ、オンバーンのレベル上げるか。まずは EV でスキルパワーもらおうっと。これは急降下入れてれば大丈夫ですよね。うん。OK。もう一個出てこい。一個でした。自分が出したので倒れちゃった。よし、マギアナもやってきまーす。
よし、倒せましたね。よし、まあそこそこレベル上がりました。じゃあちょっとランキングやってみようか。手数プラス5メガスターとパワーアップお邪魔ガード使って挑戦だ。やってみましょう。いけ、弾け、ポン、おっしぞ。そしてさらに弾け、残念。うん、ここは振り払ってよし、いいぞ。ここはスカイコンボしてちょっぴりコンボさせていく。よし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 、悪くないよ、コンボ続くのは悪くない。でこうして落として揃わせて、よし、なかなかこれスカイコンボが決まらないね。えいや、こうかな、頑張れ、よし、こういっちゃうか。で落として揃って、さらにさらに揃え、あー無理か、来た、こっからじゃないの、あれ、あーちょっぴりコンボしないと多分ダメなんだな、残念。スカイコンボで落として揃わして、さらによしよしよし、ミュウはちょびっと消えたね。オンバン、よし、ミュウ消えて、オッケー、いいぞ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 、落ちろ落ちろ。そしてミュウが消えて、あー残念、ここはミュウ消した方がいいかな、確定じゃないからやめといた方がいいか、ミュウを潰しといた方がいいね。よし、そしてスカイコンボ落ちてこい、よし、いいぞいいぞいいぞ、進め、コンボよ続け。そしてオンバーンは来ないと、オンバーンじゃないのオンバーンじゃないのか、残念。こうミュウを消して、あ今失敗だったかな、ここはどうしよう、振り払った方がいいか、いやスカイコンボ、コンボを目指す、あー残念、最後ちょっときついね、振り払う、オンバン来い。そしてあーコンボはしない、悔しい、これもうラストですね、ラストコンボ、いけ、打ち上がれ、残念。でもそこそこ結構高めのスコア出ましたね。みんなどのぐらいいくんだろう、88,623。はい、今の段階で89位ですかね。またねこれ時間経ってみるとベストメンバーが決まってくるんじゃないかななんて思います。ということで弾き出すも飛行パーティーだったら強い、飛行パーティーだったらね使えると思うんで、オンバーンのスキルレベル上げるのも悪くないんじゃないでしょうか。ということで僕はそうだな、色違いディアンシーにも挑戦したいし、メインステージも S ランク取りたいし、ちょっとやりたいこといっぱいだけど、これね1個挑戦するごとにコインがねごっそり減ると思うんでちょっと怖いけど、なんとかねできる限り進めていきたいかなと思います。ということでよかったらねまた次も見てください。また何かあったらね動画にしようと思います。